彗星がもう地平線近くになんとかギリギリ見えています。かなり高いところに金星が見えています。そして天頂近くに木星と火星が見えています。こんにちは、スミヤです。今日は惑星直列についてです。2月28日惑星直列っていうことでライブ配信をしたらね、2万人以上の方に訪問していただきました。翌日と翌々日もやったら、3日間の間にね、取れたのが水星でしょ、金星でしょ、木星でしょ、火星でしょ。残念ながら土星はね、かなり地平線に近いところにあって、そこにちょうど雲がかかっていたので取れなかった。海王星、天王星はどうしてもね、かなり暗い天体ですので省略してしまったんですけれども、いずれにしてもね、いろんな惑星をね、一度に見てみたいという希望はね、非常に強いものがあるんだなというふうに感じました。それで実際にね、惑星を見ると、まあ水星はね、点にしか見えません。金星はね、三日月のようにかなり欠けて見えていたので、金星なのか三日月なのかよくわからないという感じで見ていた方もいらっしゃるかもしれませんが、あれは金色に輝く金星です。そして何より楽しいのが木星ですね。で、木星はね、ガリレオ衛星が木星の周りをね、常にすごいスピードで回っているので、時々ね、木星の表面を通過したりとか、木星のすぐそばを通過したり、木星に隠されたり、さらに衛星の影が木星の表面に映ったりとかね、非常に変化に富んだ姿を見ることができます。口径35センチのドブソニアン望遠鏡で2倍のバローレンズを使ってね、焦点距離を3200ミリにするとかなり大きくね、映ってくれるので、木星本体だけではなくてね、その衛星の動きなんかも非常によくわかります。まあ、特に楽しいのが、木星表面を動いていく衛星の影がね、木星の表面に黒い黒点として見えるっていうところですね。地球のね、日食と違って、木星表面の黒点は衛星本体よりも実は大きく映ってるんですね。非常に大きなね、黒点として見えるっていうのが非常に楽しい点ですね。で、この日もね、エウロパとかイオの影が映っていたりとかね、しました。なんといっても木星の表面には大赤斑というね、大きな赤い渦の塊があってですね、それが移動してくるんですね。で、木星の自転はだいたい10時間ぐらいですから、木星のライブ配信やってる時間は4時間とか5時間ぐらいですので、見える日と見えない日があるんですけれども、まあだいたいね、半分ぐらいの日は大赤斑が見えるということです。ライブ配信にお越しいただくと、だいたい半分の確率で大赤斑が見えますので、ぜひお越しください。特に一番内側を回っている衛星のイオはね、かなり速いスピードで木星の前にやってきて、木星に影を落としたりとか、それから木星に隠れたりとか、木星から出てきたりとか、まあ、いろんなね、現象が楽しめるので、木星は非常に変化が楽しい天体だと思います。天体観測をやっていてね、普通の銀河とか星雲星団っていうのはほとんど動かないんですね。その前をね、飛行機が通ったりとか、人工衛星が通ったりとかね、そういうイベントはありますけれども、長い時間見ていても全然形が変わらないので、あまり変化がないっていうか、その点木星はね、非常に変化が早いので楽しめる天体ですね。月もね、日替わりで模様が変わっていきますけれども、それほどすごいスピードで違いがわからない、変化がわからないんですけども、木星だけはね、唯一その変化がね、1時間ぐらい見てると衛星の位置が変わったり、衛星の影の位置が変わっていくので、非常に楽しめますね。火星もね、意外と自転が地球と同じぐらいなのかな、25時間ぐらいだったような気がしますので、だいたい1日で1回転すると。地球と自転の時間がほんの少し違っているので、次の日見ると別の模様が見えるという点で楽しい天体かもしれませんね。
3月2日の日のライブでは火星のね、アキダリア平原というのがね、端っこの方にあって、でそのアキダリア平原のすぐ隣のね、少し暗い部分がカッパの目のように見えるということで、火星がカッパのように見えますねって言ったら非常に盛り上がりましたね。北極観がね、ちょうどカッパのお皿に見えて、アキダリア平原の隣の黒い部分が左目に見えると。そして若干ね、鼻のあたりがやはり黒っぽいという感じでね、見えていたので、非常に楽しい火星ライブになりましたね。木星ほど変化が激しいわけではありませんが、火星もね、毎日見ていると模様が変わっていくので面白い天体ですね。水星金星ってのはあんまりね、模様が変わらないのでずっと見ていても変化がないんですけれども、水星を見るっていうのはかなりね、地平線に近いところでしか見えないので非常に珍しい現象ではあるんですけどもね。海王星、天王星もね、遠すぎるっていうこともあってね、模様までは見えないですし、色はね、楽しめるんですけどね、海王星というぐらいですから海の青の色に近い感じですね。天王星はどちらかというとエメラルドグリーンみたいな印象ですね。まだまだ見えていますので、惑星を楽しんでみてはいかがでしょうか。日没直後に土星と水星がもう地平線近くになんとかギリギリ見えています。双眼鏡とか望遠鏡で楽しむ。それからかなり高いところに金星が見えています。そして天頂近くに木星と火星が見えていますので、木星、火星、金星が特に肉眼で見えるこの3つの惑星はね、非常に楽しめます。望遠鏡や双眼鏡がなくても肉眼でね、3つの惑星が楽しめますので、ぜひご覧ください。水星をね、肉眼で見ることも不可能ではないと思いますが、かなりね、難易度高いと思います。土星に至ってはもう地平線すれすれですので、普段はね、肉眼でも見える天体なんですけれども、今の時期に土星を見るのはなかなか難しいかなというふうに思います。ぜひ皆さんも惑星を楽しんでみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい、えいと。